いきなり宝箱。微妙な位置から始まったわね。ここはテルセットタワーの近くですか？あ、あれは。何かあったの、お姉様。ついにポータブル裂け目を発見したわ。これがポータブル裂け目。なんか丸いわね。この中に裂け目が入ってるということですか？早く取らないの、お姉様。スナイパーライフルを捨てるしかないか。アイテム欄一つ使ってしまいますもんね。さすがに回復してるわけにはいかないし。まあ捨てるならスナイパーライフルね。でもなんだか迷うわ。というかこれはテルテッドタワー制圧した後ですか？違うわよ。私は今回シャフトからこっちに来たのよ。つまり今のテルテッドタワーの中がどうなってるのかは、さっぱりわかってないってことね。そういうこと。誰かはいそうですが。もう思い切って飛ばないお姉様。そうね、ここで考えてても仕方ないわ。ってことでポータブル裂け目発動。おお、いつもの裂け目に入るときと同じですね。結構短時間で発動できるのね。敵に攻撃されてる時も壁作れば余裕で使えるわね。あのかなり建築されてるところが怪しいですね。普通に壁壊してる敵がいるわよ。これはチャンス。しかしそれ以外の敵は見えません。今戦闘が終わったって感じかしら。これは確実に上取れるわね。私はバレてない、私はバレてない、私はバレてない。こういう時お姉様いつもそうやって言うけど、ほぼバレてるわよ。この動きは完全にバレてますね。ショットガンでダメージ与えたけど。すかさず違うルートから上を取ろうとしてきてるわ。早いですね。あれ、いないわ。一体どこに？って、危ない。だ、弾丸がパンダの頭をかすめていったわ。もう少しで当てられてたわね。スナイパーに気をつけて戦わないと。今バウンサーを使った音が聞こえてきましたが、一体どこから登ってくる？と思ったら今度は建築を壊しに行ったわね。落とされるわよ、お姉様。うわ、しまった。30の落下ダメージがお嬢様に入ります。あの敵やってくれたわね。それで結局敵はどこにいるのかしら。多分結構近いわ。この下とかに、いました、お嬢様。ち、まだ狙ってきてるか、あのスナイパー。見てなかったわね。敵に少しダメージを受けてしまいました。お、今度はいいダメージが入ったわ。しかしまたもや逃げられてしまいましたね。しかももうお姉様より高い位置だわ。まあでも今の攻撃で敵の体力かなり低くなったはずよ。もうあと一発ショットガンを当てられれば勝てそうです。で、お姉様は今何やろうとしてるの？上に行こうとしてるんだけど、さて、一体どこから登ったらバレずに行けるか。そう言いながらお嬢様登り始めました。だけど多分そこはすぐにバレるわよ。ほら。まあいいわ、とりあえずは、最後はボンブショットガンでのヘッドショットです。48ダメージで倒せたし、やっぱり体力減ってたのね。一発で倒れてくれて安心したわ。ナイスキルでした、お嬢様。落ちたもので欲しいものは特になしと。そういえばスナイパーの音が聞こえなくなったわね。諦めたのでしょうか。そうだといいけど、油断させておいてズドンとかもありそうで、嫌だわ。あ、この敵用キット持ってる。ありがたく使わせてもらうわ。コンパクトサブマシンガンもありましたね。そういえばポータブル裂け目って使った後10秒くらい残るんだよね。確か、その間は別のプレイヤーも使えるみたいですね。それじゃあさ、ポータブル裂け目使って一回すぐ下に降りて、スナイパーライフル拾ってからもう一回裂け目に触れれば、スナイパーライフル持ってこれたんじゃない？あ、どうしてもっと早く言ってくれないのよ。だってあの短い時間じゃ説明しきれなかったした分。まあ今度からはそういう考え方もあるということで、あっちの方だったと思うんだけど。さっきのスナイパー。そうそう、私を撃ってきてたやつ。でも全く姿が見えなかったわ。あっちから音が聞こえますね。これは、殴り合ってる音ね。撃ち合ってる音よ。というかなんでこんなところで建築をしてるのですか。飛んでいこうと思って。あ、どうやら戦闘終わったみたいね。っていうか飛んでいく必要ある。全くないわ。ジャンクポットがもったいないような。なんかあの敵踊ってない。踊ってるわね。敵を倒せたのが嬉しかったのかしら。お嬢様にも気づいていないようです。そんなところで踊っていると危ないわよ。敵が踊っていても容赦なく打ち込むお姉様。まあ敵だし、あの敵もフィールドないわ。これは圧倒的にお姉様有利。おっと、そこよ、まだ倒れません。今度こそ終わり。ほとんど頭にいってたわね。ナイスキルです、お嬢様。それで、お姉様は踊らないの？踊らないわ。優勝した時か、よほど嬉しい倒し方した時以外は踊らないわよ。まあスナイパーライフルとかで狙われてたら一発でアウトですからね。頭ドカンね。医療キットにヘビースナイパーライフルもあるわね。装備かなり強いわ。なんでテルテッドタワーに戻ってきてるの？アイテムを拾い忘れてたわ。それよりなんか後ろで足音してません。思いっきりいたわ。よく撃たなかったわね、この敵。嵐が迫ってて戦闘したくないってことかしら。お嬢様もここは一旦逃げた方がいいかと。まあ、戦う気ないみたいだし、それもありね。いや、なんか撃ってきてるわよ。いきなりどうしたっていうのよ。急に撃ってきましたね。道連れにしてやるってやつかしら。道連れになんかならないわよ。あ、さっきお嬢様が置いたジャンクポット。私はおさらばさせてもらうわ。お姉様逃走成功。最初撃ってこなかったのにいきなり撃ってきて驚いたわ。あの敵もジャンクパッドを使ったみたいですね。結局どっちとも生き残ったわ。気が邪魔ね。あの敵を追うのですか、お嬢様。まあ狙いやすいし。見えるかしら。いたわね。ヘビースナイパーライフルは外れです。もうちょっと右だったわね。お姉様のスナイパーライフルは当たるのか？いや、当たらない。なんで自分で聞いて自分で答えてるのよ。さっきの敵、壁を作っていますね。こもるかと思ったけど出てきたわ。はい、外れ。く、結構近いところには撃てています。一瞬だけ止まってくれないかしら。止まるはずないでしょ。あ、敵もこっちに向かって撃ってきてるわ。ち、今度は壁か。やっぱりリロード時間が結構長いわね。二連式ショットガンといい最近の武器は結構長いわよ。まあこれでリロードが早かったら強すぎますからね。まあそうだけど、右側から違う敵の銃弾。あの連打の建築物からかしら。結構遠いですね。あれを狙うのは骨が折れるわね。まああの距離なら無視してもいいんじゃない。アンチ外ですしね。ちょっと目を離したらさっきの敵がいなくなっちゃったわ。残り敵人数は9人？どうします、お嬢様。敵は見えなくなったし、することもないわね。もうアンチに向かうくらいしかないんじゃない？そうね、まずはここを登るとするわ。と思ったけど、どうやらまだ私に用があるやつがいるみたい。明らかにお嬢様を撃ってきましたね。さっきと同じ敵。どうかしらね、でもさっきの敵より近いわ。
近くに二人いますお嬢様。こっちから倒そうかしら。壁作られたから無理ね。顔出しそうにもないわ。うん、なんか微妙な立ち位置にいるわね私。もう少しで嵐も進み始めちゃうからね。撃ち合っています。今なら背後を取れるか。お姉様が後ろから近づいていく。最初に狙ってた敵が粘っててくれるといいですね。一応周りにも気をつけてと。この少年の敵はお姉様に全く気づいていないはずよ。ですが多分足音でバレるかと。む、今倒したか。お姉様が飛び込んだ。あ、外れた。逆ですお嬢様。こっちか、これで終わりよ。あ、お姉様が勝った。危なかった。二連式ショットガンを持ってるとは、かなりのダメージを受けてしまいましたね。金のヘビーショットガンか。二連式ショットガンは拾わなくていいの。今はヘビーショットガンの気分。それより体力回復アイテムがないのが厳しいですね。回復キットもミニシールドポーションもないわ。く、さっきの敵が私を狙ってきてる。スナイパーライフルで狙われてますね。完璧に形勢が逆転してるわよ。後ろから嵐まで来ますからね。前のやつを無視して進むか。いや、無視しては進めない気がするわ。あ、ここにも包帯あるわね。包帯じゃなくてシールドを私にちょうだい。しかし武器はもうほぼ完璧に揃ってますね。ヘビーショットガンにコンパクトサブマシンガン、それに、ヘビースナイパーライフル。ま、当たらないと意味ないけど。敵も今回はかなりしつこく狙ってくるわ。敵にとってはかなりチャンスの場面ですからね。お姉様は嵐に飲まれたら多分負けるわ。歩みは止められない。ですがこっち側の嵐のスピードはそんなに速くないわ。これくらいなら大丈夫ね多分。敵は建築をしてお姉様を待ち構えてるわ。私を待ち構えるとはいいでしょうね。一発でももらえばピンチです。スナイパーライフルなんて当たったら即死よ。撃たれる前に撃つ。しかしガンガンは当たっていません。そしてアサルトライフルを乱射するお姉様。さて、もうそろそろ行こうかしらね。ここで建築していきます。敵の動きはないわね。あれ、さっきまでここにいたのに、もう、いない？一体どこに行ったの？それは私が一番聞きたいんだけど、さっきまでここにいたのは確実なんですが、あら、いつの間にかそんなところに、下をくぐり抜けていったってことかしら。多分そうなんじゃない？まずはもうちょっと上に行こうかしらね。突っかかっていますお嬢様。邪魔よこの木。自分で作ったのよそれ。まあこんな感じでいいでしょ。敵より上には来れましたね。敵もこっちに来ようとしてるわ。これはヘビースナイパーライフルのリロード無理ね。ってことでショットガン。あ、床が崩れて。あ、足が。敵は足じゃなくて命がなくなったみたいよ。よくわかんないけど倒せたわ。ナイスキルですお嬢様。おっと、嵐は来るんじゃないわよ。包帯を捨ててミニシールドポーションを取ったわね。優勝までもう少しです。さて、残りの敵は3人といったところかしら。お嬢様またジャンクパッドを使うみたいです。遊んでるの。違うわよ。敵の位置を確かめたのよ。2回目が本命よ。お嬢様もう一度飛びます。一気に敵に近づいていく。あ、ちょっと降りる場所間違えたわこれ。敵の真正面に。上から行ったのにわざわざ自分から下に降りる構図になったわ。今のもう一回やらせてくれない。無理ですお嬢様。動きにくそうねお姉様。気づいたらいつの間にか気がほとんどなくなってるわ。まだ連打がありますが、少し考えながら戦わないと、最後の最後で資材が全くない状態に。お姉様どんどん上に。む、敵は一体どこかしら。左上ですお嬢様。あ、そっちか。ガンガン撃ってくるわね。落下時には気をつけないと、前回の動画のようになってしまいます。あ、今なら上取れそうね。敵の隙を突いて一気に上に。あ、敵が出てきそうだわ。よし、こっちのペースよ。ダメージ入ったわね。ここも階段作ってと、38ダメージです。かすった程度か。それにしてもなんか誰かが飛んできているような音が。うわぁ。見事な着地ね。お嬢様一気に体力を持っていかれました。さっきお姉様が使ってたジャンプパッドを使ったのかしら。いきなり目の前に出てくるんじゃないわよ。かなり驚いていましたねお嬢様。あれは驚くわよ。さっきまでそこに誰もいなかったのにいきなり来るのよ。うわぁって、面白かったわ。面白がってるんじゃないわよフラン。あ、これまずいですお嬢様。やっぱりあそこからの逆転は無理だったわね。く、次よ次。やっぱりフラに何か飛んでると落ちたくなるわよね。今一発当たりましたね。この調子で当てていく。お、結構当たってるわ。飛んでるうちに倒したいわ。しかしこれは気が邪魔で。惜しかったわね。あと一発くらいだったのに。敵の動きが少なかったから結構当たったわ。そして敵が降りた方向に向かうお嬢様。あいつが瀕死なのは分かっているわ。見つけて速攻で倒す。っていうかもうこれ試合終盤じゃない？今日は敵とあんまり合わない日みたい。倒した数が終盤なのに3キルですからね。プレザントパークとか降りたけど敵一人も降りてこなかったわよ。お姉様嫌われてるんじゃない？いや、どういう意味よ。あそこにロケットランチャーを撃ってる敵が。でもあの敵はさっきお姉様が狙ってた敵じゃないわね。うん、さっきの敵は一体どこに行ったのかしら。消息不明です。とりあえずあの敵の頭を撃ち抜きたいんだけど。顔を出すのが一瞬で狙いにくいわね。あ、出てきますよ。ここの、外れ。そして今のでお姉様の位置がバレたわ。ま、じっくりやっていくわ。さて、嵐が迫ってくる時間ね。結局さっきの敵は見つからず、ですか。そうね、一体どこに、うん、そんなところに隠れてたの。ずっと草の中で身を潜めてたのね。危うく見過ごすところだったわ。ショットガン一発で倒せましたね。これで残ってる敵はあと二人。あの中に絶対いるわ。ロケットランチャーの敵ですね。でもこれ、上にいなくない？どうやらそうみたいね。一応確認するけど、下に降りたということでしょうか。建築が編集されてるし、多分そうでしょ。下に行く意味とかあるのかしら。きっと何か考えがあるのですよ。まあ私はこの敵に上を取らせないように動くだけだけど。もう一人の敵の位置はわかってるの。あっちだわよ。あ、撃ってるわ。まあ今あの敵は虫ね。今はこの下にいる敵を倒す。あっちの敵もフォーカスお姉様じゃないしね。なんか不自然な2対1みたいになってるわ。不要意味でちょっと敵の狙いが変わる気がする。じゃあお姉様ここで待つの？それもつまらないからやっぱり倒しに行くわ。この段に敵がいます。ツルハシで壁を壊すか、銃で壊すか。もう撃ってるじゃない。この敵を倒すのは私よ。これは悪夢でしょうね。この中にいる敵からしたら。あ、
キルを取ったのは別の敵。わ、私の敵をよくも取ってくれたわね。ライトマシンガンで倒したようです。どうするのお姉様。もちろんこのまま上から撃ち下ろすわよ。よくよく考えてみれば圧倒的に有利なんですね、お嬢様。ハンティングライフルは外れ。リロードしてと、もう一発狙うわよ。顔を出してくるでしょうか。今出したわね。ここよ、当たりましたがヘッドショットではないです。それでも結構体力削れたわよ。もういいわ、アサルトライフルで撃つわ。もしかしてこのまま、あ、優勝できたわ。なんか久しぶりの優勝なのに地味ね。地味だわ、そんな奴にはトマトをあげるわ。いらないわよ。ってことで今回はこれで終わり。じゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。